い、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回はですね、こちらのゾクゾクするようなフィギュアのご紹介です。アルファマックスから発売されました、デートアライブより第3の精霊トキサキクルミランジェリーバージョンです。はい、ついに出ました、トキサキクルミのランジェリー。このフィギュアもね、予約開始当時は衝撃的だったからね。で、今回僕が買ったのは限定版、アミアミ限定版で、狂気顔パーツというものが付属します。販売価格は通常版、アミアミ限定版どちらも同じで、税抜きで 13,800 円、スケールは1/7分の1です。これもね、イベントで展示されていた時は原型は正面を向いてたんだけど、色付きのデコマスは後ろ向きだったんだよね。お尻を向けてたの、挑発的にすごいよね、斬新なディスプレイだったなあれは。外箱はこんな感じで結構コンパクトです。なんだろうこれは、ザ・フケールをあしらったようなデザインなのかな。横の窓のデザインもね、時計の歯車のようなデザインになってるんだよね。面白いね。ではね、開けていきましょう。本体以外の付属品は台座と銃が2つ、それに限定版の顔パーツに説明書がついてます。説明書はね、2枚ついてます。1枚は銃の取り付け方で、もう1枚は限定版の顔パーツの取り替え方が書いてあります。で、台座なんですが、これね、鏡面仕上げなんで光っててよくわかんない。あのね、でこれね、保護シートが貼ってあるんで、まずねこれを剥がします。ペロペロペロと。おー、さすが鏡面仕上げ、超綺麗。まあでもこれ傷つきやすいから気をつけないとね。これはね、ザフキエルのデザイン、時計版のデザインになってます。何でも写っちゃうんでね、撮影しづらいかな。これはホコリとかも目立ちそうなんで、まあ綺麗なんだけどね、ちょっと面倒です。で、これが銃、歩兵銃と短銃。これもね、結構小さいんだけどよくできてる。塗装がまず綺麗、このグリップのところとかきちんとね、木の質感が表現されてる。他にも細かい金属のところの表現もね、しっかりとできてるし、単銃なんかはね、本当に小さいから、これそれでもね、トリガーの部分なんかの造形もしっかりとできてます。クオリティは高いですね。はい、そして台座にセットした第3の精霊トキサキクルミのランジェリー姿がこちら。クルミ来たいやー、素晴らしいですねクルミ。いやー、エロいあのね、まあ細いね、クルミは7分の1スケールなんだけど、体が細い分ね、ちょっと小柄に見えるかな。でもね、造形塗装ともに素晴らしいです。ちょっとね、台座に足が刺さりにくかったんで、ドライヤーで温めてはめました。あとね、小銃のね、収まりが悪い、しっかり逃げれてないというか、簡単に外れちゃう感じ。あとはね、全体的に綺麗だね。髪の毛の塗装がね、ややツヤがあって綺麗なの。ちょっとこう濡れてる感じってわけでもないんだろうけど、ツヤのある綺麗な髪の毛に見える。アンバランスなね、ロングツイントの造形も素晴らしいし、後ろから見るとわかるんだけど、黒髪にブラウンでシャドウが入ってるの。これがね、とても綺麗。ヘッドドレスもこれクリアパーツ使ってるね。ちょうどね、ひらひらの浮いてるところが透けててね、ここも綺麗。顔はね、これは標準仕様の顔です。標準といってもね、オッドアイ。クルミは左目側の時計の文字盤になってるんだよね。アイプリも小さいんだけど、しっかりとプリントされてます。いつもの落ち着いた笑顔だね。うん、かわいい。で、上から覗くとね、すごいです、でかいです素晴らしいです。クルミってそう、結構大きいんだよね。気痩せするタイプ？あの、体は細いんだけど胸は大きいと。素晴らしいね。で、それを覆うランジェリーがね、ここにもクリアパーツを使ってます。このね、透け感がね、とても綺麗なんだよね。クリア感が強いところは赤い塗装で、それ以外濃い部分、あの縁の部分とか紐の部分は黒で塗装されてるの。だから基本このクルミは肌以外は黒か赤って感じになってるんだよね。でもこの紐を通すところの穴が銀で塗装されてたり、あとフリルのところとか腰回りのシワの造形なんかがいい感じ。
腕なんかもほんと細いからね。でもこの脇の周りの造形はね、いい感じ。背中の方もね、紐がこうクロスしてるのがセクシーだし、やっぱね、そこからのお尻でしょう。この突き出したお尻、これはやばいです。これは間違いない。お尻フィギュアです。いやー、いいケツだ。イベントでね、後ろ向きに飾ってた意味が分かったよ。このプリケツは本当に最高。パンツもね、これはクリアではないのかな。なんかね、透け感はあるんだけど、これは塗装なのかな。でも隣のガーターはクリアです。これがめっちゃエロい。めっちゃエロいです、この透けてるガーターが。前の方を見るとね、これテレビで放送された時の下着っぽい、あの指導とデートした時のね、透けてるガーターとリボンの装飾がなんかね、こうエロさを増長させてる感じで、そこからの太ももとストッキング、ストッキングはこれは塗装だね、クリアではない。でもね、シャドウも丁寧に拭いててね、綺麗な仕上がり。細いんで、あのクルミの足も細いんで、肉の食い込み感とかはないけど、なかなかセクシーな足ですね。靴は黒いヒールです。そんなに高くはない。でも塗装はピカピカなんでとても綺麗。特に台座がね、これ鏡面仕上げなんで、足元は本当にね綺麗です。はい、そしてアミアミ限定版の狂気顔パーツに交換したくるみがこちら。はい、恐ろしい。あの一気に雰囲気が変わったね。いや、これはいいね。あのこっちのくるみもいいね、やっぱり。でも思ったほどの狂気顔って感じでもないかな。もっとこうテレビなんかだとね、狂気じみた顔をしてたからね。だからね、自然にこの狂気顔の方がしっくりくるっていうか、これがなんかあの普通って感じもするんだよね。でもさ、今までこの顔のフィギュアってなかったから、やっぱこのくるみは貴重だよね。だいたい今までのって笑顔が多かったじゃん。まあだいたい笑顔なんだけどね、くるみって。でもこれも笑顔っちゃ笑顔なんだけど、これこそくるみって感じでいいよね。うん、やっぱ飾るならこっちの顔かな。うん、素晴らしい、素晴らしくエロかっこいいくるみのフィギュアでした。はい、ということで、トッキサキくるみのランジェリーバージョンのレビューは以上となります。全体的には満足。思ってた以上に黒が強くてかっこよかった。ポージングのせいなのか、ランジェリーなんだけど、エロさよりもかっこよさが勝る感じがする。そんなフィギュア。気になったのはちょっと小柄な感じかな。まあくるみが小柄なのとランジェリーなんでね、そう見えてしまうのかもなんだけど、もうちょっとボリュームが欲しかったかな。ちなみにね、ネイティブの夏美を並べるとこんな感じ。高さもそうなんだけど、全体的に一回り小さく感じるんだよね。ホビージャパンのエリナを並べるとこんな感じ。この2人はなんか相性がいいね、ポージング的にも。大きさはやっぱりくるみが少し小さいかな。はい、そして恒例の看護師、今回はお尻じゃなくてランジェリーです。この透けてるランジェリーね、この透け感が素晴らしいね。薄い赤で塗装してるんだけど、これが普段のあの赤いドレスを彷彿させるというか、燃えてるような感じでね、かっこいいの。これがね、フィギュアの中央にあるということで、全体が締まるというか、バランスのいいフィギュアになってるね。この赤いランジェリーが素晴らしいです。はい、ということで、今回も最後まで長々と見ていただきまして本当にありがとうございました。この動画が面白かったらグッドボタンをポチッと押してください。よろしくお願いします。また今度はね、アルターからも時崎くるみが出るんで、あれもね、塗装がめちゃくちゃ綺麗そうなんで楽しみにしています。来たらね、またレビューしますので楽しみにしてください。なのでね、また見たいという方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、またフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。